さあやっていきましょう。封印ですね。やっていこう。さあ来ました、来ました。お勤めをしているなずなちゃんから銀ちゃんへの手紙でしょう、おそらく。はい、外伝です。行きましょう。銀ちゃんやっぱりそういうことか。うわー、やっぱそういう手紙だよね。お元気ですか。なずなです。銀ちゃん、会いに来てくれてありがとう。会いに行ったの、銀ちゃん。とっても嬉しかったよ。私ばっかり喋っちゃったけど、銀ちゃんは楽しかったかなって後で心配になりました。あまり銀ちゃんは喋ってくれなかったから。でも時々こっち見て笑ってくれたよね。私はそれだけで嬉しかったからいいんだ。銀ちゃんと会えない間は寂しいけど、次に会った時に何を話そうかなと考えるのも楽しいです。銀ちゃんもいろいろ話してほしいな。学院で会ったことなんか聞きたいな。会ったこと違う気がする。みんな元気かな。会いたいなって思うこともあるけど、私は銀ちゃんに会えればそれでいいや。ではそろそろ寝る時間だから、おやすみなさい。短いな。銀ちゃん、また手紙を送ります。今日は一日雨でした。本当は午後から屋外体育の予定だったけど、屋内でやることになっちゃいました。ちょっとがっかり、野外か。だって外で思いっきり空気が吸いたかったの。明日は天気になるといいな。これ待って、手紙2通目ってことか、この時点ですでに。銀ちゃんは勉強以外何してるの？町に遊びに行ったりしてるのかな？私は読書ばかりだよ。でも本も面白いよね。それに勉強もやっぱりちゃんとしなくちゃダメだと思っている。私って本当に勉強が足りなかったなって思ってるの。もっとちゃんと勉強して調べてパーフェクトにしてから修学旅行に行けばよかったんじゃないかな。そしたら私の計画もうまくいったんじゃないかなって思う。だから今はたくさん勉強する。魔術の勉強ができないのは残念だけど、でも次の機会が来たら攻撃魔法を勉強したいなと思っている。銀ちゃんは得意だよね。私に教えてくれる。そういえばもうすぐ試験だよね。私もだよ。お互い頑張ろうね。ではまた、おやすみなさい。銀ちゃんへ、ナズナです。怖いんだけど、どんどん来る。最近会いに来てくれないのね。忙しいのかな。でも試験が近いもんね。仕方ないか。銀ちゃんはなんだかんだ言っても真面目に勉強しているんだろうしね。でも時々私のことを思い出してくれたら嬉しいな。そしたらお互い頑張れそうじゃない。私は銀ちゃんもきっと頑張ってるだって思って頑張っています。じゃあ私もこれから勉強する。またね。銀ちゃん、昨日は会いに来てくれてありがとう。すっごい嬉しかった。あ、試験のこと聞くの忘れちゃった。結果どうだった？私も結構頑張ったよ。今日成績が出たの。正直なところ、ここでの試験は超楽勝。他のみんながあまり成績が良くないので私が一番を取っちゃいました。すごいでしょ。でも本当は魔術の勉強がしたいな。ここでは魔術を使うことも禁じられてるんだよ。これじゃいつまで経ってもうまくなれないよね。きっと銀ちゃんの方がずっと上手くなっちゃうんだろうな。でもまた魔術の勉強が始められたら頑張るよ。絶対追いつく。じゃ
試験が終わったからって言って遊びすぎちゃダメだよ。銀ちゃん、最近来てくれないね。寂しい。手紙でもいいな。私、頑張って手紙書いてるけど、読んでくれてるかどうかもわからないから心配なんだ。もちろん銀ちゃんもいろいろ忙しいだろうから、時間があるときに読んでくれたらでいいんだけど、でも返事がないと読んでくれてるかわからなくて。でも銀ちゃんのことだからきっと読んでくれてるよね。信じてる。銀ちゃんへ、この間は暗い手紙を書いてしまってごめんなさい。私まだここでは友達がいないんだ。だからちょっと寂しくなっちゃったみたい。もちろん友達ができたって銀ちゃんが一番大事なのは変わらないけどね。時々また由比島に行きたいなって思ってる。あそこすごく自然が綺麗だったでしょ。ああいうところでのん銀ちゃんと散歩できたら幸せだなって。銀ちゃんもきっとまた行きたいよ。海水浴も結局できなかったし、修学旅行は2回行けないから、今度はお金貯めて2人で行こう。きっと楽しい。見られなかった場所もあるもんね。絶対行こう。明日の朝は早いからもう寝る。銀ちゃん、会えますよ。ではまた。銀ちゃん、昨日も会いに来てくれてありがとう。それにしてもどうして銀ちゃんはいつも制服なのかな。たまには私服も見たいなって思うんだけど、どう？私もたまには可愛い服が着たいんだけど、ここではそういうのダメなの。だからいつも地味な格好でごめんね。もうちょっと素敵な服を用意してほしいよね。年頃なんだし。昨日の銀ちゃん、何か言いたげだったね。私に何か言いたいことがあるの？だったら言ってほしい。もしかして嫌なこと？でもそれでも銀ちゃんが言うことなら受け止められる。黙ってないで言ってほしいの。私にできることなら何でもするし、悩んでることがあるなら助けたい。私にもっと力があればよかった。銀ちゃんの周りにある困難をすべて取り除けたらいい。私、銀ちゃんにそうなってほしかった。だから銀ちゃんを閉じ込めたかった、封印の中で。そしたら何も辛いことはないでしょ。私も一緒だし。そしたらきっと。おい、もう消灯の時間だ。あ、はい。私は仕方なくペンを置いた。まだ途中だけど時間が来てしまった。もう寝なければならない。電気が消されてしまった。私は書きかけの便箋と文房具を一緒に引き出しにしまった。しかし、いつもいつもよく手紙を書くよな。この部屋は二人部屋。先日の部屋割りでこの人が相方になった。素性はよく知らないし興味もない。まあ電話も使えねえし手紙しかないけど。そうだよ、だから書いてる。私の返事にバカにしたように鼻では。でも相手は返事もくれてないようじゃん。私がこの部屋に来てからあんたのところに外から何も届いてないよね。意地悪な言い方。でも私は全く気にならない。だって手紙の返事は来てないけど愛には来てくれてるし。え？そうだっけか。面会人来たことなんてあったっけ。夢の中で来てくれて、そこでお話しして。は？知らないの？夢は無意識下でつながってるんだよ。だから寝れば私と銀ちゃんはつながってるの。
て。銀ちゃんは私にそこで会いに来てくれてるの。昨日も来てくれたもん。ああ。彼女は呆れたようだ。やべえ。こいつ、本気でマジモンなんだ。何？あ、いや、なんでもない。そろそろ見回りの時間だ。布団に入って、しようと。私は冷たい布団に入った。消灯は彼女がしてくれた。もうすぐ監視が見回りに来る。それまでに就寝していなければ原点じゃないのか、原点となってしまう。ここでの生活はまるでプログラムのように全てが決められた。朝は6時起床。明日も明後日もその先ずっと変わらない。私はいつまでここにいるんだろう。私がやったことってそんなに悪いことだったのかな。銀ちゃんのためだったのか。寝よう。そしたらきっと銀ちゃんに会える。夢の中でのデートを楽しみ、私は目を閉じた。怖っ。いや、なんか最後の一部もさ、プログラムうんぬんかんぬんがさ、これ選ぶと破綻するっていうゲームがてかパソコン自体が言うこと聞かなくなるんだけどさ、これをストシャットダウンするのもなんか一苦労みたいな感じになるんだけどさ。なんかこのなんていうの、このプログラムに取られるんだよね、制御を。これをストエラー起こってなんかそれも含めて最後の一文がゾクッとしたんだけど、なんかやっぱシステムに干渉してないこれ。夏菜ちゃん怖い、夢の中か。俺てっきり杉里のこの隠れてる最後のところ、ここが夏菜ちゃんに面会しに行ってる話なのかなって、そういう、あ、杉里視点はこっちなんだなみたいな、で夏菜ちゃん視点はこっちなのかなっていう、そういうあれだと思ったんだけど、夢の中だと思わなかった。まあ、やけに会いに来すぎてるよなっていうのをちょっと思ったもんな。ちょっと不可思議に思ったもんな。なんかおかしかったもんな。なんかそんなに杉里と会いに行くっていう風には思ったけど、うわーマジか。壊れちゃった。いや怖すぎるんだよな、夏菜ちゃん。またねとか、またねとか本編中も最後言ったりさ、言ってるもん。エンディングの後にも出てきたもんね、なずなちゃんが。怖すぎんだよな、なずなちゃん。めっちゃ怖いんだよな。マジか。もう呼び切った、よかった。なずなちゃんは倒したわ。まあ、1個残ってるけど、これは俺はラで見てる。倒したからいいや。怖ーい怖ーい。じゃあ次回セビラノさんですね。妹のためにとかしな、友情と重要。まあセビラノさんもちょっと謎行動を取ってたんで、そこら辺も解明されるのかな。セビラノさん結構謎が多いから、はい。じゃあそんな感じで。怖かった。ありがとうございました。ありがとうね。